平野紫仕様の下ネタ解禁にファンの賛否の声、そして彼の人間性の複雑な一面。元キング・アンドプスのメンバーで、現在はソロアーキストとして活躍中の平野仕様。最近、彼の SNS 上での下ネタ解禁が話題となっています。ファンの間では歓迎される一方で、一部のファンからは賛否の声が上がっています。本記事では、 平野の最近の発言とファンの反応に焦点を当て、その背後にある彼の複雑な一面を明らかにしていきます。平野紫耀の下ネタ解禁に対するファンの反応。平野紫耀が10月9日にインスタグラムのストーリーズでファンから寄せられた質問に答え、その中で下ネタに触れたことがファンの注目を浴びました。 以前はジャニーズ時代に NG だったという下ネタに対して平野は自身の率直な意見を述べました。例えばお胸かお尻どちらが好きという質問に対してこういうのって答えていいのショーと冗談まじりに答え、その後にはでもそういうのまで聞けてなぜか嬉しいとコメントしています。 この発言に対して一部のファンからは歓迎される反応がありましたが一方で下ネタに対して敏感な層からは批判の声も上がりました。ファンの賛否の声、平野の下ネタ解禁には賛否両論があります。一部のファンはこれを彼の新しい一面として受け入れその開かれた姿勢を勘弁しています。しかし一方で下ネタには敏感なファンからは 質問選ぶのを気をつけて、下ネタは嫌だ、などのコメントが寄せられています。平野はこれに対して、俺は全然大丈夫だよ。と前向きな姿勢を見せながらも、でもファン同士とかで DI になるのも俺は嫌だな、と述べ、ファン同士の対立を避ける姿勢も見せています。平野仕様のサイボーグみたいで嫌、という主張。平野は自身の発言について、 本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいでなんか嫌、とコメントしました。彼はファンとのコミュニケーションを通じて自分らしい姿勢を保ちたいとの意向を示しています。さらに自身の下ネタを批判する人に対しては、俺は自分を装ってまでファンのみんなについてきてもらうことは罪悪感ありすぎてできないよ。 と、ファンに対してありのままの自分を見せることの重要性を強調しています。ジャニーズ時代の制約からの解放と人間性の複雑な一面。平野が、下ネタ解禁や自身の考えについて率直に語る中で、ジャニーズ時代の制約からの解放が彼に与えた影響も見受けられます。以前は制限されていたトピックについて自由に話すことで、 ファンとの距離を縮めようとしている様子が伺えます。また、以前のテレビ番組で、この業界で生きているとあんまり、生きているという実感がないじゃないですか、と発言したことも注目されています。この発言を通じて、彼が抱える複雑な感情や業界への違和感が浮き彫りになっています。 平野の仕様の下ネタ解禁はファンの一部からは歓迎されつつも一部からは賛否の声が上がっています。彼は率直な姿勢でファンとのコミュニケーションを大切にし、ジャニーズ時代の制約から解放されたことで新たな一面を見せています。 しかし、一方で彼の中には業界に対する複雑な感情や生きている実感がないという言葉から読み取れるように彼の心の葛藤も見逃せません。ファンとの対話を通じて平野が自らを取り戻そうとする姿勢が感じられ、今後の展開が注目されます。